でですです井さあ行きましょうか YouTube コメント欄から質問いただきました途中で自分の作品がうまくいってることに気づくと壊したくなくて手が入らなくなってしまいます結果クオリティが上がらず微妙な感じになってしまいます無理やり手を入れても自信のない迷いのある手になります集中して途中でうまくいってること気付かず終了して うまくいっていることに気づくというパターンなら大丈夫なんですが、はいという,う、まあ、質問なんですが、うん、うまくいってるなーってなると、うん、あーあーって <laughs> 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 思い切りなくなっちゃうんですね。あ,あ,、うん、あでも経験ありますね。これ僕もありますよ。うん、<laughs> あのー、だから前半調子いいと。うん 後半、やっぱり大胆さがなくなっちゃって、ね、グイグイいけないんですよね。で、さほどいい点の策にならなかったみたいな、はい、ありますね、これは改善しないといけないですよね、はい、その前半、順調であったっていうことは、うん、ここまではいいわけだから、ね、問題はその後の行動ですよね、うん、その後の行動で、急に失速するのがいけないわけで。うんうん えっと、逆にその例えば前半ちょっとやばいぞと、うん、あんまり良くないこれはっていう時に、うん、ちょっとそこでこういい意味でのスイッチが入って、うん、あのちゃんとまずじゃ大事なことからしっかりやらなきゃと、うん、っていうモードがすごく後半いい時間を過ごさせてる。で、えっと、理想は 前半順調にいきつつ後半もやっぱりいい時間を過ごせたらより高みまでいけるのでそこを目指すべきだっていうのはわかりますよね、うんはい、だけどどうしてもこうなりやすいっていうのはやっぱり気持ちの問題なので、うん、あのまあある程度答えは見えてはいると思うんですよその何をしなきゃいけないかという点ではだからただどうしてもどうしてもってことだと思うんですね <laughs> どうしてもこう上 <laughs> 前半がいいと なんかこうビビっちゃうとかもう直さなくなっちゃうとかわずかな狂いはそこら辺でそれを気をつけるというか引き締めながらここまで前半までは順調なんだからそれはいいんだからここからもうちゃんとシビアにぐいぐい行くぞと1回引き締め直せればいいんですけど気持ちは理解できますが訓練ですよね、これは。 訓練ですかはい、なんか、その、そうですね、なんかよくその、スポーツとかでも、うん、これは勝ったなって思ったときに、油断して、急に逆転されたりとか、<ー>そんなのもあるじゃないですか、で、それはもうまさにメンタルが隙を作ったわけだから、勝負事と,とメンタルっていうのは、本当に切り離せないので、うんあの、メンタル鍛えるしかないですよね。 えなんか方法論ないんですかメンタルの期待方いやこの <laughs> うまくいったあとに手が出なくなった時の心のああ心の持ち方もしくは持ちようもしくは切り替え方具体的にいくつかねそうですよね<う>、まあ、まあ何でもいいんですけど、うん、本当は一人一人それは自由に見つけたらいいんだけどうん,うんそうだなえっとまあ僕 例えばデッサンだったら、うん、僕はあのやっぱり最初の方、最初の15分とか30分ぐらいで、うんえっと、画面に対してできるだけこれ言い方難しいんだけど、うんうん、乱暴にやるっていうんですかね <laughs> これあえて言ってるけど <laughs> なんかすごい最初から丁寧にやっちゃうともうどん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 、うん、こ,こじんまりまとまっていっちゃうので。はい 最初はわざと大掴みに大掴みにやって大胆に大胆にだ綺麗に丁寧にじゃなくてその逆ですねもう荒っぽくてもいいやと乱暴でもいいやどうせ消えるしっていうぐらいのつもりでガンガンガンってやるんですよ。そうするとなんかそこで一回そのなんかちまちましちゃいそうな自分っていうのが制御できて。 そういうのが何かのきっかけで顔を出しちゃうことも知ってるんですね、自分の中に細かいとこばっかりやっちゃう自分っていうのがいるのも知ってるから、それをやっぱりコントロールするために、でも、絵ってまず大きなとこだろうっていうのを、やっぱり行動でだんと示して、近くで綺麗に塗ってやるかとか、立ててやるかとかを、とりあえずもう、後の方でやろうと、そういうのは、最初は気にしないぞと、そういうふうに行動、プロセスで、まずそれを示すっていうので。 自分の中でその変な方に行かないようにはしてますねうん、うん、だからプロセスを決めるっていうのはそういう要素もあるんじゃないですかね、うん、その自分がどっち方向に行ってしまいやすいとかそういうことも加味しながら自分のプロセスっていうのは決まっていくんだと思うのでなんかそれ一つの方法ですよねそうですね、うん、なんかあの自分がどういう 作業工程でいくべきかっていうのをうまくこう作っていきながらやれると多分そういう方向にこうグーッとはまり込まないというかあの感じのいいところがポーンと出てきたらなんかあそれを守りたいっていう風うになるんだけど今自分はこの工程の何をしているのかっていう認識ですよね。 そうですねだから酒井さんはそこにはまらないように最初割と大掴かみ大胆に大きくいこうみたいな感じでやってるっていうことなんでやっぱり全体の工程の中の何になってるかっていうところにちゃんと意識を向けてあげるとあまりそういうところにこう気を止めすぎずともいけるのかなと。ただここの場合やっぱりこう経 実験がある程度必要かなと思うんです作業工程をその自分で計画的に行うっていうのはどうしても最初の頃ってなんとなくうまくふわっとできたものっていうのに対しておおいいぞみたいなにはこれなるんですそういうもんだっていう認識もあっていいと思うんでなんかそれをしちゃだめというか、うん、せっかくうまくいってるんだったらこれは何とかしたいっていうのも十分わかる気持ちなんてうんそうですね、うん まあ最後に書いてある、うん、えっと集中して途中でうまくいっていることに気づかず、うん、終了してうまくいっていることに気づくというパターンなら大丈夫なんですがって書いてあるけど、うんうん、これはダメですよね大丈夫っていうのはそれでは大丈夫なんでしょうけどああこの状態はいい状態じゃないあああの実践的じゃないので。はいあの やっぱり、なんていうのかな、これだから、あの、一生気づかない可能性がありますよね。<laughs> その、はい、言い方すごい悪いですけど。うん、なんかその、まあ、入試とかって結果往来なので、はい、結果さえ良ければ、どんな方法でもいいんですが。はい、えっと、この状態で、えっと、ずっと再現性があるかっていうと、なかなかないんですよね。たまたまなんですよ、これは、はい。そうですね。はい、だから。はい えっと、自分でコントロールできなければ、はい、あの入試でやっぱりその再現性がないので、うん、だからなんていうのかな前半うまくいっていることに、うん、たまたま気づかなかった時に、うん、意識しなかったから良かったっていう話ですよね、うん、本番もしこうなったらこれはこれでいいですけど、うん、あのやっぱりその入試に対する準備としては、うん、この状態のままでいるのはよくなくて。うん あのちゃんと前半にまずいいのか悪いのかが分かるっていう方がいいし、うんそ,ね、それによって後半どうあるべきかっていうのがちゃんとこう、うん、ビビらず行動に移せるっていうか、うん、そうなるための1年間というか長い何枚もやるわけですから、うんうん、さ最初にもお話ししたように、うん、何にをすべきかはこれも見えてるんですよね質問見てると本人がもう分かっていてだから迷うような要素ではなくて、うん、あ,のあとはこう。 訓練量によっっててて定着させていくってことなんですよね。その前半がよくても後半も落ち着いてやれるように、うん、それが理想なわけでそれを追求すべきですよね、うん、それを気づかないように努力するっていうのじゃなくてだからそのこの最後のやつはその成功パターンとして記憶されてるっていうことなんで、うん、このパターンダメだよっていうのは。 そのままにして入試を迎えると怖い、うんはい、ちゃんと試験までにあの自分でコントロールできる状態を目指して訓練しましょうって思いますねそうしないと本番でそのいい状態を再現できないんじゃないかなそうです、ねはいあのまあ、たまたまうまくいったら、はい、それでいいですけどね本番は、はい、でもそれは危険ですよね。まあだから 自分が目指す完成に向けて常に淡々と手が入れられるようにしていくっていう。あとやっぱり判断を常にする、うん、その前半やったでそれはいいなとか、うん、よくないなとかそういう判断をして、うん、じゃあ中盤はその判断に基づいてこういうことをまずやろう、うん、やるべきだとか、うん、でそれをやって中盤を過ごした後にそこにえっと改善が見られたとか。うんうん あまり変わらないとか、うん、そ,うなそういう判断もしてじゃあ後半には優先順位をつけてこういうことをしようとか、うん、常にやる行動と、うん、その判断っていうのが連動してるっていう風にならないと、うん、なんか書いて手が動いてるけど今絵の状況はどうなってるかは分かりませんっていう人になっちゃうのでたまたまいい絵にもなるし、うん、たまたまよく分からない絵にもなるので、うん、ずっと続けてると褒められたり、まあ、失敗したりするんですけど。うん しっかりこう判断したり考えたりし,しながらの成功失敗と全く意味が違うので、そうですね。はい、あのな,な,んな何回も何回も涙口引いてるだけみたいな感じになって力につかないですよね。<laughs> それだと、はい。コンスタントに力が出せるようにするためには、はい、その気づきをしっかりつけていくっていうことですね。はいはい、そこだと思います。ちゃんと運 運,まあ、運の要素あるんですけど、はい、試験っていうのは、でも、運を何度、運のままやってもしょうがないって感じですかね。そうですねはい、はい、そんな感じでしょうか、はいえー。YouTube コメント欄、質問待っております。ぜひぜひください。今日は以上になります。それではまた次回です。んじゃねさようなら。